クロアチアダービー、または、エターナルダービーは、クロアチアのサッカークラブ、NK ディナモザグレブと HNK ハイドゥクスプリトの、ダービーマッチである。ディナモザグレブは、クロアチア北部を代表するクラブであり、ハイドゥクスプリトは、クロアチア南部を代表するクラブであるため、地域主義に根ざしたライバル意識が強く、サポーター同士の衝突が頻繁に発生する。 両者のライバル意識の形成は、グラジャンスキー・ザグレブとハイドクがユーゴスラビア王国選手権でしばしば対戦した1920年代まで遡る。第二次世界大戦後、グラジャンスキーは時の権力者によって解散を命じられ、グラジャンスキーのチームカラーを引き継いだディナモが結成された。1946年にユーゴスラビアリーグが 開始されて、以来、両クラブは、ユーゴスラビアのビッグ4に数えられてきた。1991年に、クロアチア共和国が独立し、1992年に、国内リーグであるプルバイ 1NL が開始された。2003年には、サポーターの都市下に移動中に、殺人未遂事件が発生した。2007年5月19日の対戦では、クロアチア独立以後のダービーで初となる、 ハットトリックがディナモのエドゥアルド・ダシルバンによって達成された。2009から10シーズンまでのクロアチアリーグ19シーズンのうち18シーズンで、クロアチアカップ19シーズンのうち15シーズンで、両クラブのいずれかが優勝しており、両クラブはクロアチアで、最も成功を収め最も人気があるクラブである。リーグ戦やカップ戦のフォーマットは何度も変更されて、きたが、 クロアチアスーパーカップも含めて1シーズンに3回から6回のダービーが行われる。1992年にプルバイ 1NL が創設されて以来2011年までに81度のダービーが行われたがディナモが34勝、ハイドゥクが28勝、19分となっている。2016年4月6日、自定に治療クラブのサポーターと警官が衝突したため、 86分に試合が打ち切られた。中期、ホームチームの得点を先に記してある両クラブに在籍した選手、監督の一覧である。両クラブ間を直接移籍した選手のみならず、他クラブを経由して在籍した選手も含む。ありがとうございます。